はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、これうちのキャンタロー今日ね、昨日私ね、オークションの方から車買い付け、なんとかかんとかね、3月で高いなと思いながらも6台ほど買い付けしてたんですよ。で、ホイズの引き取りに行きながら、うちの方でオークション出品する予定の車持ってってもらおうかと思ってね、今ケンちゃんに積み込みやってもらってました。無事でね、あの店売りしないで、これ前の動画でも撮ってたかな、上に積んだのはあれイーストですね。比較的新しめのモデルの車でね、地元の買い取りで入ってきた車だったんですけどね、ありがとうございます。これでは店売りじゃなくてオークションの方で出品いたします。まあうち基本的にね、あの20万円とか30万円の軽自動車がメインの車屋なんで、まあ一応こういうのもね、あの店で並べて、まあ売ってもいいかなと思うんだけど、あんまやっぱりね、軽がメインでやってるから普通車ってうちね、あんま売れないんですなんで、ただ買い取りはね、喜んでやらせてもらいます。で、まあできる限り金額の方もできる限り買い取り額の方もね、出すようには努力しているつもりですんでね、買い取りなんかもぜひ何かある時はご相談いただければ。今日のはね、まあ、まずこの2台はオークションの方に持っていきます。ほんで落札した軽自動車また6台買ってたんで、これで運んできてもらいます。いいね、けんちゃん今日もバタバタと午前中からね、車1台あ、磨きじゃないが、今日はただコーティング1台ね、コーティングの塗り込みやってもらって、で仕上げでね、早速今から今度はオークション会場まで走ります。働き者のけんちゃんでございますあとちょうど今解体屋さんの方が車の引き取り来てくれてましたね。ピースでね、まあ、通常のこういう風な再販売用の買い取りなんかはもちろんやってはいるんですけども、ちょっともう壊れてたりとか認識がだいぶ古かったりとか、もう直してまで乗るのには難しいかななんて思うような車でも、あのうちの方で、まあ、スクラップ買い取り、パーツ取り買い取りなんていうのもやってますんでね、まあぜひ不要な車とかあるとき、まあ一応いくらかのそんなに高くは取れないけどさ、アルミホイル履いてたりとか、やっぱりその再利用できるようなもの、あとボンネットとかさ、やっぱりバンパーとかね、マフラーとかいろいろあるんですけども、あのうちの方で結局ね、あの中古車を安く販売する上でさ、この中古パーツの再利用とかやってるんですね。なんでこういうのを使えるところを、あるような車結構あったりするんでね、パーツ取り買い取りなんてことで買い取りになってます。ライフがね、積んでもらったのに、あれみんなアルミホイル外してエアコンのパネルとかも確かに外したでしたね。ありがとうございます。かっこいいね、ピースでトラック2台並んでんのいいねケンちゃんもね、ああやってうちのファースト3の車よくばらしてくれてるからすいません、どうもいます、ありがとうございます。はい、まあ一応最近買い取りの動画作るのが多いかもしれないな、こうやって見るとね。でも買い取り山子もぜひぜひご相談いただければ。あ、いくらもさ、ぶっちゃけ直して乗ろうと思えば乗れるのもあるんだよね。なんだけど直すと経費なんだよね、本当に。肩が古かったり距離が走ってたりするとさ、直してね乗れるけど、でも経費かけて直してまでさ、じゃあそれそんだけのお金払って乗る人いんのかっていうといないんだよね。なんもったいないけど、あえてスクラップ業者さんの方に持ってってもらいます。まあ一応そんな感じで、次金ちゃん、けんちゃん、なんか久しぶりにケンイジがキャンタロウ乗ってる姿、おう、いってらっしゃい、いってらっしゃい、書類持ったのかないですなまあ一応いいや、けんちゃん結構自由行動なんでね本当にうちの人たちね、みんな自由なんですよね。けんちゃんとかもね、勝手に行っちゃったりするからねまあいいよね、こんだけいろいろやってくるんだ。はい、ほんで工場の方ではね、今日はシカちゃんが、2台同時進行でやってくれておりました。
このゼスト、このゼストの、これは昨日ご制約いただいた車ですね。再点検かけながら今下回りとかちょっと角度が本当ここはねいいね、完璧だ、バッチリですね、ちかちゃんね、今日もタイミングベルトやりながらこっちも今日もやってね超ハード、ね、タイミングベルトやって、ね、片方は点検やって点検やってのダブル2台今日本当にここから車検ですからねかなりハードですねでも結局みんな終わったね、さすがですね、しがちゃん、本当にすごいよ、本当に感心しますで、このライフもタイミングベルトまで終わったんで、まあ、こいつの下回りももう完璧ですね、塗ってもらってます、錆止め塗装。うちの地区はやっぱり、融雪剤の影響とかね、やっぱりここまで、この相馬にはそこまで湯気は踏んないんですけども、でもねやっぱり融雪剤の影響を受けるような地区なんでね、こうやって錆止め塗装やっておいた方がさいいのかなと思っている時では全車錆止め塗装やっております。タイミングベルトまでやってね、ほんとね毎日だね、しがちゃん、タイミングベルト毎日交換、そうだね、毎日やってるよね、ほんとに伊豆坂のコメントで目つぶってもできるんじゃないなって聞いたけど、ほんとにそのレベルじゃないは、時間さえもらえる、ね、水振っても本当にね、できそうな気がしてきた、ね、本当に感覚でハモできちゃうよ、だってこれ1時間かかんなかったもん、あ、こいつのタイミング最速だと思う、すごいな、1時間がすごいな、それはかかんなかった50分いかないぐらいかな、あっという間にですね、これでカナライフも完璧でございます。もうけんちゃんも今行っちゃったから、あ、行った、行っちゃった、ガソリンなかったです、あ、あ、燃料残ったっつって、いつもあとんじゃしがちゃんは午後をのあと車検のやつをお願いいたします、よし、こんな感じのこれね、今なんだっけ、そのパーツ取り買い取りスクラップ買い取りやってますなんて話今せっかくしてたからさ、まあ、こんな感じでね、すごく分かりやすい例で言うとさ、これゼスト20万キロオーバーのゼストなんですけども、前動画で撮ってたかな、ヘッドライトとかバンパーとかさ、やっぱ使うとこなんですよ、無事でこれもうね早速再利用して使ってるんですけども、綺麗なねバンパーとか入ってるとさ、やっぱりねやっぱこすぐってたりするやつに脱着してさ、これでちょっとでもこの販売する車の方を安価で仕上げられるのかな、板金塗装すればね綺麗にはもちろんやってもらえるんですけども、でもやっぱりねそれも経費かかるんで、なんだったらパーツの再利用できるやつ、なんだったら綺麗なやつが使えるんだったらね、この方がちょっとでも経費を抑えて安く車の方を仕上げられるのかななんて感じでねやってます。これすごく分かりやすいいいパターンですね、ヘッドライト、これ HID のヘッドライトでね、バラスト部分つの電圧調整するのかな、なんか基板ついてるんですけどね、やっぱ傷むんですね、こういうところが再利用できたりとか ね、ま、ね、ほんで室内とかでも使うんですよ、ラムオーディオね早速取り外してあります、あと ETC とかもついてたのかな確か、 ETC とかもうちの方で、ね、取り付けとかもやってますんで、こうやって車、ね、ただゴミにするのはもったいないしね、かわいそうなんで再利用できるところ再利用させてもらってます、うん、なんでもかんでも新品でやった方がさかっこいいけどね、かっこいいんだけど、でもさ中古でいい部分ってあるんで、当時はあくまでも低価格車専門店ピースって20万円30万円の乗り出しの軽自動車がメインの車屋なんでね、だからちょっとでもさ経費を抑えるようなまあ企業努力だと思いながらこんなこともやっておりました、ね、このナビとかだってお掴みじゃんじゃないか、本当にこれいいね、これでも4月からうちにね私の甥っ子ガクト入ってくんですけど、あいつがヤフークあたりででも売る気になっちゃうかな、これだと多分ね、
でそうです。まあね、こんな感じで、スクラップパーツ取り車買い取りやっております。このゼストも同じだ。バンパー外して、あとアルミホイルとかも外したかな。これもボロボロ、距離も確か20万キロぐらいになってたんだ、こいつもね。ほんでもやっぱりイグロアカのこんな高くは取れないけど、こんな高くは取れないけども、何番抹消手数料とかうち負担で、まあ、イグロアカの買い取りはできます。まあ、物によっては買い取りできないのもあるんですけども、でもできる限り金額の方は出せる限りはそういうふうにやってますんでね、ぜひぜひこういうのも不要な車あるときご相談いただければ、喜んで買い取りの方もやらせてもらっております。ピースのね、今から販売用に点検かけて全部車検通して店頭に出すような車だし、こんな感じでオークションの方から落札してる車だし、いろいろあるんですけども、まあ基本的にはさ、こんなに痛みのあるのは買いたくはないなと思って、やっぱ落札はしてはいるんですけど、でもやっぱ中にはね、傷がどうしても中古車なんで、ちょっと目立つひどい傷あったりするんですよね。まあこの辺のもそうだけどさ、でこいつバンパー、まあ板金塗装すれば綺麗にできるんですけど、これ当たっちゃってから多分ここも割れてんだよ、ここ、うん、でこういうのにさっきのゼストじゃねえけどさ、綺麗なバンパーとかあれば使えちゃうんですよね。え、ほんとやっぱり板金塗装お願いすればさ、まあまあかかりますね。え、大変なんですよね、板金塗装ってかかる手間、今だからそれなりに経費はかかるんで、ね、中古のパーツの再利用できれば、こいつなんては何キロだったっけかな、ほんの距離乗ってなかったんだよまだね、8万キロ9万キロぐらいのかな、うん、フロントバンパーここのとこさえ綺麗になればまだまだでしょう、現役現役、ね、こんな感じのでピースでは、ま、パーツの使い回し、あ、これもほだね、これすごいいいね、めちゃくちゃ分かりやすくていい、くすんでるっつうかさ、なんか擦れてる汚い、うん、こういうのとか綺麗なやつに交換してあげればさ、やっぱり見た目大事ですからね、なんぼ中古車出してもさ、やっぱり見た目大事なんで、こういうところをパーツの再利用とかさ効くんですよね、本当に、うん、うちの仕事はさ、この中古車を販売する上でやっぱりできる限り自在ずつは綺麗に仕上げてさ、まあ完璧にはできないですよ、新車にはできないけども、中古だからあくまでも気づいた道でのが当たり前なんですけども、ほんでもできる限り、そのなんつうの、かけられる経費の中でね、できる限りのことをやってから仕上げるだけ仕上げで、お客様にご提供できるようにやっていくのが、まあ車の中古車屋の仕事だなと思って私はやってます、うん、だからなんかね、こう感覚的には中古車再生工場みたいなね、なんかそんな感じまあただ事故車、そのなんつうの、事故車っつうかさ、大きくぶつかってるような車とかそういうの再生とか、こんなことはうちはできないですけども、まあ、逆にこんなことやってこういう金額では絶対販売はできないんでね、うん、昔ね、最近こうやって動画配信してる中ではほとんど言われなくなったけど、昔やっぱりね、商売やり始まった時、車屋さんやり始まった時に、この10万とか20万の車売ってて事故車なのかってお客さんによく言われましたね、うん、こうイメージされてる、やっぱり一般のお客様がイメージされるこの低価格に対する車に対するイメージってやっぱ悪いですよね、うん、もうドーンと衝突事故の起こしてるような車を直して販売してるのかなっていう風なイメージやっぱり持たれてる方いっぱいいてね、うん、そういうのはやっぱり直してまでさ売れないよね、こういう金額でなんか、まあまず無理だよね、なんかまあね、その辺のも、まあ、いろんなのやっぱりね、お客様に今までやってる中でいろんなことありましたね、本当に、うん、壊れてんのかとかもね、よく言われてたけどさただ最近はそういうのも減ってきたかな、うん、いやいろんなことがやっぱりね、どん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 やりやすいです、うん、こうやって動画配信しながら
なんつうの、中古車っていうもの、うちでやってるものってこういうものを仕入れてこういう風な感じで販売してるんですよっていうのをさ、やっぱり見てもらえるから安心してもらえるよね。うん、本当にやっぱだからさ、どんなことをやって売ってるのか分かんないと、やっぱりね、お客様も安心できないしね。なんかこのやっぱ YouTube 配信ね、ピースではさ、動画配信の方をやりながらこうやって中古車販売してるけどさ、仕入れてきた車をね、点検して、まあ、こんな感じで仕上げて売ってますなんてね、私よくやってるけど、ね、やっぱり中身が分かんないとね、こういう風な、うん、中古品、中古車っていうのを買うのってやっぱ怖いよね、うん、って私も思います。まあ、だからこうやって動画配信しようと思ってね、こんなこともやってるんですけども、ね、まあでも今日もとりあえず午前中、こんな感じで仕事の方をやっておりました。またここからは、石垣ちゃん車検の方に行って、ケンちゃんももういないんで、私が展示場の移動でもやろうかなと思っててね、ちょっとこう車無臭状態になってるところあったんでね、そういうところに、車の、うん、配置替え、明日週末なんで土曜日日曜日お客様にご来店いただいた時にね、あ、やっぱりさ、こう展示場も汚い状態で置いておけないんで、はい、やんなきゃまあこんな感じで、軽価格車専門店ピース、車のごと、ね、20万円、30万円の軽自動車、お任せください。何かございましたらご相談、よろしくお願いいたします。バイバーイ。